マウス ES 細胞、緑の部分が小型の ES 細胞の塊であり、周りの細胞は、フィーダー細胞肺性幹細胞とは、動物の発生初期段階である、肺腕放棄の肺の一部に属する内部細胞間より、作られる幹細胞細胞株のこと。英語の頭文字をとって、ES 細胞と呼ばれる。体細胞より作られる、人工多能性幹細胞とは異なる。生体外にて、 理論上すべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして、再生医療への応用が期待されている。またマウスなどの動物由来の ES 細胞は、体外培養後、肺に戻し、発生させることで、生殖細胞を含む、個体中の様々な組織に分化することができる。また、その高い増殖能から遺伝子に、 様々な操作を加えることが可能である。このことを利用して、相動組み替えにより、個体レベルで特定遺伝子を意図的に破壊したり、マーカー遺伝子を自在に導入したりすることができるので、基礎医学研究では、すでに広く利用されている。その製法は受精卵が胚盤法と呼ばれる、段階にまで発生したところで取り出して、フィーダー細胞が使われるという下敷きとなる細胞と、 一緒に培養をすると内部細胞界が増殖を始める。この内部細胞界は胎盤などの肺体外組織以外のすべての体の組織に分化していく細胞集団である。増殖した内部細胞界由来の細胞をバラバラにしてフィーダー細胞に植え継ぐ操作を繰り返し最終的に ES 細胞株を樹立する。マウスの場合にはリフという分化抑制因子を加える。 一方、人 ES 細胞株の場合には、リフは必要ないが、BFGF が必要になる。いずれにしても、自発的に分化しやすい細胞であり、分化多能性の状態を保ったままの境内には、非常に注意を要する。ES 細胞であることを示すマーカーには、オクト3、4、スタット3、7などの遺伝子の発現がある。1964年、研究者らは現在は、 生殖細胞由来であることが知られている主要である、テラトカルシノウマから単一の種類の細胞を単離した。テラトカルシノウマから単離されたこれらの細胞は肝細胞として培地中で複製、成長し、現在は肺性主要細胞として知られている。形態学的並びに分化能の類似から EC 細胞は初期マウス発生のインビトロモデルとして使われるように、 なったが EC 細胞は遺伝子変異やテラトカルシノーマの発達の間に蓄積する異常な核型をしばしば有しているこれらの遺伝的異常は内部細胞界から直接的に多能性細胞を培養できるようになる必要性をさらに強調したマーティン・エバンズ1981年肺性幹細胞がマウスの肺から2つの研究グループによって独立に樹立された ケンブリッジ大学遺伝学部門のマーティン・エバンズ及びマシュー・カウフマンが7月に初めて報告し、子宮内のマウス肺を培養し、ES 細胞を受立する新たな技術を明らかにした。カリフォルニア大学サンフランシスコ校解剖学部門のゲール・アール・マーティンは12月に論文を発表し、肺性幹細胞という用語を作った。彼女は肺がインビトロで培養できること、 これらの肺から ES 細胞を樹立できることを示した。1998年、ウィスコンシン大学マディソン校のジェームズ・トムソンによって、引き入られた研究者らが、人肺性肝細胞を単に、培養する技術を、初めて開発した。ES 細胞を樹立するには、受精卵内し受精卵より発生が進んだ、肺腕法までの段階の初期肺が必要となる。人の場合には、 受精卵を材料として用いることで生命の方がを滅出してしまうために倫理的な論議を呼んでいる。先進国においては、例えば米国ブッシュ政権が2001年8月に公的研究費による新たな人イエス細胞の樹立を禁止しているように、いずれ人になり得る受精卵を破壊することに対する倫理的問題から現段階での人イエス細胞の 作成を認めない国がある。一方、パーキンソン病などの神経変性疾患、脊髄損傷、脳梗塞糖尿病、肝硬変、心筋症など、根治のなかった疾患を将来的に治療できる可能性から、その研究を認める国などに対応が分かれている。日本においては、体外受精による不妊治療において母体に戻されなかった、 凍結保存されている肺のうち破棄されることが決定した余剰肺の利用に限ってヒトエ s 細胞の作成が認められている。米国においても公的研究費を用いない形での研究がハーバード大学肝細胞研究所などで行われているほかカリフォルニア州においてはアーノルド・シュワルツェネッガー知事が認める方向を打ち出すなど大きな社会的議論になっている。また、 受精卵を用いる ES 細胞の新たな作成に伴う倫理的問題を回避するために次の項に述べるような方法も開発されている。2006年にアドバンストセルテクノロジー社のロバート・ランザラのグループはマウス及び人において肺腕放棄以前の卵葛きの肺の単一核球のみを用いて肺の発生能を損なうことなく ES 細胞を樹立することに成功した。 この技術開発により受精卵を破壊せずに ES 細胞の樹立を行うことが可能になった。同年、ニューキャッスル大学のミドログストイコビッチらのグループが発生停止した人の肺から ES 細胞を樹立することに成功した。これにより、不妊治療において廃棄されていた過剰な卵を用いることが可能になった。人 ES 細胞を用いた再生医療は、 現時点ではまだ開発中であり、実現はされていない。ES 細胞を再生医療に応用するためには、まず ES 細胞をある特定の細胞に分化させなくてはならない。これについては、神経細胞や神筋細胞、水臓 β 細胞などに効率的に分化させる方法が盛んに開発されている。その上で、分化した細胞を選択後、移植することになる。 例えば、糖尿病患者に対しては、ES 細胞の分化によって得たインスリンを分泌する、水蔵ランゲルハンス等 β ベータ細胞に相当する細胞を患者に移植するという操作が必要となるが、主要組織適合抗原が患者と ES 細胞の材料となった受精卵とで異なることが大半であるために、移植しても拒絶されるという問題点がある。これを克服するため、 患者由来の遺伝子を有する ES 細胞を樹立することができれば拒絶されることはなく幅広い応用が可能になる。近年動物においては体細胞核移植の技術により卵の核を体細胞の核と置換してクローン肺を得そこから生体外にて肺腕法にまで発生させた後に ES 細胞を樹立することが可能になっている。人においても技術的には 動物と同様にこの技術を用いて、クローン ES 細胞を得ることは可能であると思われている。だが、成功率が低いため多量の卵を必要とすること、さらにその中途段階にて得られるクローン肺を母体の子宮に戻せば、クローン人間を作成することが可能であるために、先進国各国の大多数において、現段階では、ヒトクローン ES 細胞の作成は禁止されている。 なお、この倫理的問題を解決するために、すでに樹立された ES 細胞と体細胞を融合させ、多分化能を持つ細胞を作成する手法が開発されている。この場合、拒絶反応を回避するには ES 細胞由来の染色体を除去する必要があり、その技術開発が進められている。また、ES 細胞を生体外にて増殖させ続けると、染色体変異、 遺伝子異常が生じて次第に蓄積していくことが明らかとなっており、医療への応用は受立駒もない株に限られるであろう。こうした遺伝子異常の結果、ん化する可能性も指摘されている。以前は ES 細胞は牛胎児血成など動物由来の成分を含んだ培地で培養することが一般的であったが、現在はこれらの問題はすでに解決されており、 先進国の ES 細胞研究所では、すでに動物由来成分を含まない培地を用いて、人 ES 細胞を増殖、分化させることが常識となっている。2010年10月アメリカのジェロン社が、脊髄損傷の患者4人に対し ES 細胞を使用した臨床試験を開始したが、2011年11月に撤退を発表した。2020年5月21日、 国立生育医療研究センターが人の ES 細胞から作った肝細胞を尿素サイクル異常症の赤ちゃんに移植する臨床試験をしたと発表した。移植は成功し、容体は安定しているという。人の病気に ES 細胞が使われるのは国内で初めてかつ ES 細胞から作った肝細胞の移植は世界初。 遺伝子疾患の患者の核を移植した、細胞を用いると、この細胞を適切に分化させることで、生形せずとも、患者と同じ表現形質を持った体細胞を多量に得ることができるようになる。このような体細胞は、病院の研究や薬剤のスクリーニングなど、治療法の開発に有用である。2004年に、 シカゴ生殖遺伝学研究所のユーリー・バーリンスキーらのグループは遺伝病を持つ人の肺から20の ES 細胞株を樹立することに成功した。これらは深刻な遺伝病の治療研究に使用可能な初の ES 細胞である。ユーリー・バーリンスキーは現在他に遺伝子の異なる200株以上の ES 細胞を保有しており、これらは医薬品のスクリーニングなどへの使用が可能である。 2013年6月、アメリカの研究グループが ES 細胞のヒトクローン配作成に成功したと報告、研究はアメリカの科学雑誌セルに掲載された。2014年12月24日、英ケンブリッジ大学などのグループが人の ES 細胞、iPS 細胞を使って生死や卵死の元になる資源生殖細胞を 安定的に作ることに成功したと発表し、米科学誌、セル電子版に掲載された。マウスではすでに、京都大学のチームが作成し、正常な精子や卵子を作ることにも成功している。人の資源生殖細胞を作ったとする報告は、すでにあったが、形成過程は十分に解明されておらず、人では安定して作ることが難しかった。ケンブリッジ大学のグループは、人の場合、 マウスと違って SOX17 という遺伝子が重要な役割を果たすことを突き止め安定的に製作することに成功した将来的に不妊の原因解明にも役立つ可能性があるとしている2015年1月29日 ES 細胞から小脳組織を作ることに科学研究所多細胞システム形成研究センターなどのチームが成功し米科学士 セルリポーツ電子版に発表された。2018年5月、京都大学は不妊治療で余った受精卵から ES 細胞を作り提供できる体制が整ったことから2018年7月から大学や企業に ES 細胞を配布すると発表。大学には一株3万円、企業には同6万円で配布する。京都大学は ES 細胞は 再生医療の新たな選択肢になる。IPS と比較検証することで安全性や有効性の向上に貢献できるとしており ES 細胞による再生医療の研究に弾みが出ることが期待される。2006年8月10日、京都大学再生医科学研究所の山中伸也らはマウスの排性線イメ細胞に4つの因子を導入することで ES 細胞のように分化可能性を持つ人工多能性幹細胞が樹立できることを科学雑誌セルで発表した。2007年11月20日、山中らのチームはさらに研究を進め、人の大人の細胞に4種類の遺伝子を導入することで ES 細胞に似た人工多能性幹細胞を作成する技術を開発、論文としてセル誌で発表し、世界的な注目を集めた。 また、同日、世界で初めて ES 細胞を作成したことで知られる、ウィスコンシン大学のジェームズ・トム・ソンらのグループも人の胎児の細胞に4種類の遺伝子を導入する方法で IPS 細胞を作成する論文を発表した。この2チームはそれぞれ個別に研究していたが、くしくも同様の研究成果を同じ日に発表するに至った。この2チームの研究成果は、 大まかな細胞の作成方法こそ似ているが、導入した遺伝子が一部異なっている。ES 細胞の作成時における倫理的問題や拒絶反応の問題を一挙に解決できるため、ES 細胞に代わる細胞として大きな注目と期待を集めているが、IPS 細胞の研究は ES 細胞の研究と密接に関連しており、ES 細胞との比較研究が必須であるため、 今後もイエス細胞の研究は必要であると考えられる。ありがとうございます。